今回のテーマはですね、4月10日に、オフラインのセミナー、大阪でマンダムさんでやります。なんでその時のお題が、スパイキーショート と、ウルフなんで、今回ちょっとスパイキーショートを切ってみたいなと思います。見てこれ、桜満開じゃないですか。店前の桜もすごい、もう春です ね。いやなんかいいよね、メロ大阪。ということで早速行ってみましょうか。まず、まあ、おでこが M 字に入ってるのはもちろんのこと、これ耳曲がるんすよね。耳がね、これ通常だと耳が曲がらないんで、バリカンこう耳こう外してバリカン入れれないんですよね。これもう開いてバリカンもグリって入れれるようになってるんで、これを使って切っていきたいなと思います。今回は、皆さんが一番簡単に切れるやり方になります。簡単に時短で、お客様の、満足度を外さない、この切り方でいきたいと思います。 M 字ラインのここ頂点、ここまで取ります。でここから、バリカン使って刈り上げます。でまず12ミリバージョン、12ミリだとちょっと長いですよね。なんで今回は9ミリスタート、まあ、刈り上げた感じは出ないけど、そこそこ際はさっぱりするような形で、この時に手首をスナップして絶対逃がしてください。これこのままズコっていってしまうと、もうここのサイドのフォルムバランス調整不可能になるんで、これやるとやばいです。なんで一旦ここで、ここの角度ですね、正面から見た時のこの角度をどれぐらいの角を残すのか、この辺を、最初からも考えてカットがないといけないです。まあやや逃がしぐらいでいいのかなと思ってます。ここなんですけど、ここ大体みんなこうなるんですよ。でこうなるとこっちが穴開いて見えるんで、僕はここは結構切り込むことが多いです。ここは比較的切り込むことが多いです。こっちに関してはこの毛はもうこっちにビョンって出てくると、で出てこない人もいるんで、その時は切らなくていいんですけど、その時はもうこれウィッグ出てくるんで、これ出てくるように作られてるんですよ。で出てくるんで、出てくる人が多いですからね、多いんでこうしてます。これメンズ特有、メンズ特有の生え方です。こっちにゴフって生えてきます。でここがパワーダウンしてるんですよ、この毛根が。でここはもうバリバリ元気。これなんでかっていうと、中に太い血管がここまで来てるんですよ。だから この辺ハゲてる人いなくないですか。確かに。そうなんで、それはもうそういうことなんですよ。だからここは、ある程度密度がみんなある、なんで切り込んでいい。ただ角度を間違えるとフォルムバランスを調整できないんで、まあその辺は気をつけた方がいい。でこれ見てください、これ曲がるんですよ。耳が曲がるんで、このまんま持ってくるともうここ切れるんですよね。ここがこうやって、ここを切り込めるんですよ、はい、なんでここがこいつのすごいところ。超いいですね。だからもうこの練習ができるんですよ。絶対これバリカンワークこうするんで、でこの時は絶対にこういく時はこれをこのまんまガッていくと、ここも後頭部のここの高さにグラデーションでつながっていかないんですよね、ズコっていっちゃうと。なんで、必ず耳裏、ここヘムライン刈る時はこっちをつけてこっちは逃がす、めっちゃ角度つけて、とりあえず一旦逃がしておいてください。これをいきます、こうやって刈っていくんですよ、こうやって刈っていく。これ逃がすとこの際から徐々に長くなっていくラインにつながってくるんで、で僕はこれ感覚でも角度分かるんで一発で決めれます。ただ、これ慣れてない方はいきなり上までガッて勢いよくいっちゃうと絶対ダメなんで、めっちゃ逃がし気味にしといてください、最初は。じゃないと行き過ぎたら後でフォルムの修正が不可能になるんで。あとは生え癖ある人、ここの中の生え癖が怪しい人は最初からバリカン絶対入れないでください。ここも絶対注意、はい。で、ここのままこうやって際を刈っていく、スタートしていきますよね。でこれね、このままこうやって、そうすると横からのフォルムがだいたい見えてきますよね。ちょっとそうこれでこうやって逃がして、もうほとんどこれはもう空中だと切れないんで、切れないところはコームを当てて、上から当てて下から取る、これで削ってもいいです。そしたら
盆の窪あたりで一番後頭部の、締まるべき部分、ここを起点に刈り上げていきます。なんでここまではもう一旦バリカンで作れるんだったら、でこれまあさっきも言ったんですけど、襟足はバリカンいきなり入れるとここの生え方がいろんな生え方の人がいるんで、あのこれ入れない方がいい方も多いんです。なんでここは最初、まあ、生え癖分かってる方はもう行っちゃって全然大丈夫なんですけど、だからもうかなり長めに行った方がいいかもしれないですね。もう行くんだったらこれ今回9ミリで買ってますけど、一旦15ミリぐらいでさっさっと軽く取ってみて、で生え癖見て、そっから調整して徐々に進めていくっていう形、これも失敗しにくいですね。キワバリカンでやったんですけど、キワがこの買った感じになりたくない方と買った感じにしたい方がいてて、買った感じになりたくない方はもう必ず指でハサミでいってください。でこういうシャープな髪の毛を残したりだったりとか、この辺はもうレイヤーで調整すれば全然大丈夫なんで、もう盆の窪の締まりのこの横から見た角度で、ここの角度さえもう完全に決め切ったら、あとはもうダッカール外して、こっから、シザーが入ってきます。僕はもうスパイキーショートお客様で切ったらですね、ベースカットはもう全然5分とかかかんないかもしれないですね。それぐらいで全然終わります。アンダーセクションと、サイド、緑につながるサイドの部分、ここまで切り終わった状態なんで、ここから、まず後頭部の角度を決めます。このまんま、縦スラですね。こうです。このまんま、どれぐらいの後頭部の角度が欲しいのか。これ今刈り上げの、上げてグラデーションで逃がした刈り上げのスタート地点がここからつながってきます。で、後頭部の角度は僕はこの辺ぐらいまでに高さ欲しいかなと思ってるので、ちょっと長めにザクザクした質感を作りたいので、ここまで切ります。では切ります。これで一旦つなげます。はい、で縦のライン作るとこのまま全部放射線状につながって、ここからレイヤーでつなげていきます。でこの時にグラデーションの角度とどん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 合わせていきます。合わせてつなげる。でサイドから回ってきます。これミドルセクションまで切ってきます。で切ってきます。でここで、逃がしてきた部分とつながってきます。ここも横から、縦スライス。ここで切っていきます。ここからです。ここからです。単発ロード。ここですね。ここから。この時に斜めにつなげていきます。この時になぜ M 字ウィッグだと分かりやすいのかというと、この時のここのラインから一気に切り替わるんですよ。このM の角度のこっちの外側の M の角度から平行までで引き出す。こういくとダメなんですよ。こっちにスライス取ると絶対ダメなんですよ。なぜならここに穴が開くから。全部逃がしてくるんですよ。ここまで逃がします。なんでこの毛をグッて逃がすってことです。ただこの刈り上げのここのつながり、ここはギリギリまでいきます。ここを締めないと顔がでかく見えるんで、ここっすね。そうするとこの単発のスパイキーショートのここですね、最終のここの M 字カバーゾーン、これがちゃんと毛ができるんで。で前髪のセンターはここまで入ってるので短く切ります。ここはっていう構図になってきます。だからここからつなげていくっていう形です。もう普通のウィッグだったらその引き出しじゃないからね。そう、でも生え癖は大体こうなんですよ。で仮に生え癖が M じゃない人にこの切り方やっても後で削れるんですよ。あで M の人を普通に切っちゃうと絶対に穴開くんですよ。だこれは刈り上げマッシュだけじゃなくてスパイキーショットもショートカットももちろん一緒ですし、ウルフも一緒なんですよ。全てに精通する角度です。僕はもうメンズ切るときはもう絶対この角度以上では切らないです、で後で削ります。もうそれは自分の中で決めてる。今のちょっとトレンドとはちょっと違うようなウィークしかなかったんですよね。なんで、僕はこれをもうだみんなが分かりやすく切れるようになってほしいなってずっと考えたときに、やっぱりウィークが問題だなと思ったんですよね。失敗する原因は。なんでこれをもう僕美容学校のうちからこれ使った方がいいと思うんですよね。
なんで美容学校のうちからあのメンズカットもこれで練習すればいいかなと思ってるので、サイドまで切り終わったらあとは、トップ と、前髪に行きます。でまあね、前髪ももう分かりやすいんで先に一回切っちゃいましょう。このサイドの毛と、ここガイドにして、これ多分一旦皆さんは、僕はもうこれ前髪先切らないんですけど、もう後ろから全部追っかけてきて一発で切っちゃうんですけど、最初はちょっと分かりにくいと思うんで、一旦前髪のラインを作ってなんとなくイメージ沸かせた方がいいと思うんですよね。なんでこう引き出した時にここのサイドの短い毛たちがいるんで、ここを死守してこのまま一旦床から平行に切ってください。これで切ります。これですね。そうするとどれぐらいの感じになるのか、これイメージ湧いてくるんですよね。これだと全然前髪長いんですよ。スパイキーショートはここ真ん中上げて、ここが上がってここが自然とパラッと降りることによっておでこの M が隠れるんです。これ全開だとこうなりますんで、これやばいですよね。これだと、これ絶対メンズはやりたくないんですよ。なんでここがパラッと降りて、でここはちょっと短く立つっていう状態なんで、もうちょい切っておく。まあこんな感じで調整してください。であとはもうここはチョップで調整すればいいと思います。でこれが分かったらあとはもうトップの処理どうするかっていうところで、さっき言ってた高さどの辺ぐらいに持ってくるのか、ここ高さがどこまで欲しいのか、まあその辺を調整して、切っていけばいいのかなと、まあ僕はもうあの全部ここの後頭部、ここの頂点から決めてイメージしていきます。どれぐらいの後頭部のここの角度が欲しいのか、この辺頂点決めて持っていきます。まあ、ここからもそのままずっとラウンドで入ってきて、今度あとはもう残るはオーバーセクションですね。残るはオーバーセクション、もう縦に取って着ていきます。でこの時ですね、この時もそろそろ M 字に向かっていきます。こういうちょっと横の出てくる角度、この辺もシザーでちょっと調整しながら見て、徐々に角度感を合わせていきます。後頭部も決まったんで、あとはもう頭頂部、ここですね、ここの高さ決めて、もうここですね、この辺ぐらいなんで、ここですね、ここから入ってきます。でどの角度で持ってくるのか、ここからまた M 字ゾーンが出てきます。なんでここは刺繍、刺繍でこのまま、斜めに入ってきて逃がして切ります。絶対ここはもう置いとく、逃がさない、切らない。はい。で、大体のところまで持ってくれると、こう来た時に、この時ですね、ここの生え際が平行であればずっと平行スライスで追っかけてくれば大丈夫なんです。ただし M 字の方は平行スライスで追っかけてきてトップを切るときに絶対にこうなんですよ。平行スライスで取ってくると生え際がこうなんで、ここ切っちゃっていいんですかって話なんですよ。ダメです、ここはダメです、切っちゃダメです。真ん中は切っていいんですけど、ここのサイドのこの M 字の頂点は絶対切っちゃダメなんです。なんでこの時にじゃあ後ろから引き出していく時にどう逃がしていくのかっていうと、今度 M のこのラインに沿ってこれを死守しながら縦にスライス取ってきます。でもうほんと最後はもうセンターで合ってくるような形ですね。この M のこの真ん中の位置は切っていいんですよ。真ん中の位置は切ってよくて、これは切っていいんですけど、ここは絶対落とさないとダメなんですよ。これが分かってくると、あのスパイキーショート切っても絶対死守するべき部分っていうのは分かってくるんで、こっちサイドも平行スライスのまんま行くとダメです。ここまでは大丈夫ですよ、ここまでは大丈夫ですけども、前髪に差し掛かってくると徐々に、斜めスライスに逃がしていきます。で こいつは死守、こいつは死守で、ここを上げて、でここを切っていきます。でこのまんま最終この M 字ラインから沿って縦スライスに変わります。これができるようになるともう絶対的に失敗しない、最終的なフォルム調整入ります。妙にここから、角度コーム入れてみて、出てくる部分ないか、こうやって出てくる部分がないかチェックします。まあほとんどないですね。
この辺に毛が出てくるようだったらもうあのこうやってシザーでチェックしてあげてください。これぐらいこうやってチェックしてあげる。空中で逃がして、まあ、最後ちょっと出てくるところだけ微調整すれば OK。 これで大体なんとなくもうどれぐらいの単発になるのか見て、これで明らかになんかちょっと残ってるところがありそうだったらちょっとこう鏡を見ながらチェック。ここからまず一旦セニング入れます。刈り上げからショートでつながってくるところは僕絶対セニング入れます。でしかも僕は逆刃で入れます。逆刃で、なんで、くし刃の方が動く状態なんで、僕はセニングは絶対メガネ。これはまあうちあの、僕の作ってる MMC シザーっていうシザーなんですけど、こっちですね、親指の方が、くしの方、これでひっくり返してこっちから、こっからこうやってここのつながりの部分を毛量が濃いところは一旦全部、ぼかします。セニングで、セニングで一旦ぼかします。で毛流れに逆らってセニングでぼかしていきます。毛量少ない人はあんまりこれやらなくてもいい人も多いんで、ただもう剛毛の人はあのこれ入れといた方がいいです。そもそもこれ全部ツルツルに刈り上げてないんで、そのままカットライン剥き出しっていうのだと伸びてきた時にめちゃくちゃもさつくんですよね。持ちは圧倒的にセニングここ入ってる方が持ち良くなります。でここはセニングは僕は入れません。ここは絶対シザーでいきます。なぜならこの辺のザクザク感は全部シザーで作りたいからです。これね、単発で、あ、ちょっと前髪上げて乾かしといてって言った時にこう乾かしちゃう子たまにいるんですよ。これ全部これ絶対嫌だから、あのもう特にこの M に入ってる人はやばいですよね。これこれされたら嫌じゃないですか。でも上げるにしてもここだけ上げて乾かして、でここは落とす、上げない、うんうん、であのこうやって別に落として乾かさなくてもここにドライヤーの風をベッて当てなければここは浮かないんで、まあ、ここはもう自然にあの寝かしといてあげてください。絶対この方がバランスいいんですよ。もう基本的にもうベースこれで、このウィッグで覚えてもらってたらあの間違いなくあのもうリアルなメンズに近い、生え際もで、あの毛量の感じも近いです。なんでいいかなと思います。ここからですね、僕のドライカットが始まるんですが、このまま前にこう向かって生えてる髪の毛をオールバックにしたらもうこのままほっといても出てくるんですよね。なんでこの出てきたところを目で見ても深く取る、で取る、これを取っていく形にするんですよ。これまま取っていくんですよ。こうやって取っていく、そうするとこれ取れるんですよね。これで束感がもうこれ一発でできるんですよ。そんななんかあのいちいちこうやって一回一回こうやってスライス取って、で、ギザギザの入れてとかってしなくても、これもうひっくり返して、だから僕は生え癖に全部逆らってこのままやって出てくるところをもう連打で取るみたいな、これを高速で繰り返すんですよ。こうやってグッてひっくり返して出てくるところ、重いところをこのまんま出てくるところを取っていくんですよね。ってそしたらもう全部束できてくるんで、で今のとりあえずほらこうやって取れてくるじゃないですか。ただ何回も言いますが、これだと、はい、あの穴開けちゃった時にやばいんですよ。なんで相当熟練されて慣れた状態になるまでやらない方がいいかなと思います、うん、バックなんかもこうっすよ。こうやって入り込んで出てくるところは全部こうやって こっちから取ってくる。こうやって出てくるところはもう全部これでハサミ入れていく。でもこれはね、しかもシザーにもねあるんですよ。これも僕あの何回も言ってるんですけど、ドライ用のシザーを作ってですね、シザーでこれ刃先が毛が微妙に切れづらくなってるんですよね。逃げるように作ってあるんで、なんでこのシザーだから穴が開かないっていうのもあります。だから僕はもうこのめちゃくちゃスピーディーな一撃で、久々言ってもうたな、あ出ましたね、今日初一撃が好きなんですよ僕は、はい、なんでここのこの跳ね返りもう一発で出てきたやつはもう全部これ一撃でこのまま終わらせたいんですよ。だからスライス取る必要ないんで、
でこうやって言ったらまた出てくる。ちょっとずらしたら出てくる。もうここを取るだけ。で重いところを全部ハサミで狙っていって取るだけ。連打。もうずっとひたすら連打する。ずっとこうやってこうやって回って出てきたところ全部こうやって連打で取る。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 で最後のもう連打で取りきれないところこの辺だけがちょっとこうやって取ってハサミで深く入れていく。こっちで入れてもいいし、こっちで入れる時もあります。どっちでもいいです。どっちでもいいです。もうこれで切る時もあります。このまま。これで切る時もある。そう、すき方はね、もう結構いっぱいあるんですよ。ただ僕は単発のこのすき方は今までちょっと見してなかったんで、今回ちょっとあの見てもらおうかなと思いまして、タムちゃんが急に撮影してくれとか言うからさ、はい、まだまだネタはあるんです。いやまさか。今日ね新技が出るとは。そう、はい、まあまあそうやね。ここをググって、あこれでも、はいはい、ノッコン寺田さんの時やりました。やったけどあれも単発すぎて多分ね、みんなあんまピンときてないと思うね。うん、確かにウィッグになるとよりイメージしやすいです、ね、そうやね。そうそう、こうやって持って、んであともうハサミでね持って、こう気になるところはこうやって全部取って裏から返して、あとですね質感入れる時にこれもう一個大事なところ言っときますね。ここが、まあ、こういう生え際になってるんですけど、この毛で隠れてます。でもここのこの部分、ここが濃くたまるんです。なんでここの部分はもしたまる人がいたら、ここの厚み、これセンニングで取っちゃう時もあります。薄くちょっと取る時もあります。行くとここの膨らみが減るんで、ここの膨らみが減って、ここの薄くなるゾーンがこうかぶさってきて、毛量のバランスがすごく合ってくるっていうような形になります、うん、これ分かるともうマジもうこれだけなんですよ。ここのこの引き出し方とかが分かれば、もうスパイキーショートもウルフも刈り上げマッシュも全部できるんです。なんで刈り上げマッシュにしても、この今めくったここの部分がたまるんですよ。ここが溜まると横にどんどんキノコになってくるんですよね。でだどんどんコミカルなんですよ。やっぱりちょっとこう男らしいスタイルというのと、ここがちょっとグッと締まってる方がいいですね。で、だいたい、全部切り終わったんで、今回使うスタイリング剤はこれですね、スパイキーグリークス31、スパイキーショートの名にふさわしいスタイリング剤でいこうかなと、はい思います。もうカットがちゃんとしていれば、もうスタイ僕ねほんとスタイリングマジでしないんですよ。もう本当にしない、マジでもうくしゃくしゃくしゃで終わりっす。基本的にはもうカットで決めきるんで、はい、このスパイキーな感じが出るのもさっき入れた全部縦にハサミが入ってるからスパイキーなんですよ。おお。スパイキーでしょ。皆さんあのスパイキーの意味わかります？スパイキーなんすか。タムちゃんわかる？いやわかんないです。ドヤ顔で言っていい？はい、聞きたいです。釘のような尖ったっていう意味です。さっきググっときました今日知ったんです、ね、そうそう今日知ったらしいです。確かにそうやなと思って、スパイキーってなんかこうね直線的なイメージはあったけど、あの本当釘のように尖ったっていう意味らしいですよ。もうめちゃくちゃかっこよくない？めっちゃかっこいいですね。そうでさ、これもさ、これね僕まあなんだかんだ何もやらんって言ったよね、はい、これねこれ僕今これ僕切ったからもう何もブワーってつけただけでこれ釘みたいになるでしょ、うんうん、何もしてないですよ全く、うん、やったでしょ。もうこれこれこれこうやってやってるんだけど、このなんか一個一個のなんかこう釘がズワーってあるような感じのイメージになってるんですよ。これはカットで作ってるからなんですよ。ああ、だから基本的にもカットでこのスパイキーな感じ作れるんですよ。でセットでやる方法も一個小ネタで教えておきます、一個一個毛束をこうやってつまんでねじって、はいはいはい、ハリネズミみたいな感じでこうやってねじってねじるんですよ。そしたらもうこの毛束が固まるんで、でやってこっからハードスプレーみたいな感じでやるのもありっすよ。ただもうでもそんなんやんのめんどくさいじゃないですか。だったらカットで作れるようになった方がいいから、僕はこれ皆さんにあの学んでほしいなと思ったんですよね。うん、うん、
まあ、学んでというか、まあ、活用してくれたら嬉しいですね。自分の切り方にちょっとプラスアルファで。こんな感じです。セミナー、ネタなんで、もし次のこの動画が上がるときには、もしかしたらもうそのセミナーの定員が埋まっちゃってるかもしれないですけど、うん、あの概要欄に貼っとくんで、空き情報はあの概要欄で一回チェックしていただけたらなと思います。実際のセミナーでは、人頭でやりますんで、人頭でリアルな、もっとリアルなところを、お見せしたいなと思うんで、ぜひあのセミナー参加されたい方はあの概要欄でチェックお願いします。リアルな、うん、まあ、僕これからセミナーもちょこちょこやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、レクチャーっていうか普通にあのウィッグ用意してもらって実際カットするのもやるんですけど、うん、今回のセミナーはもうあの実際も実演見てもらう、うん、今回のセミナーの目的は感じてくださいって感じです。あ、はい、そのシザーさばきとか、あとやっぱこう切り方、うん、でどこにどうフィットさせていくのかっていう、その、まあ、僕自身がどういう仕事をするのか、あとはまあ美容業界の傾向ですよね、うん、僕の周り の, あのカリスマ美容師の方にあの一緒に出ていただいて、もっとこう皆さんにあの技術、本物の技術を提供していきたいなと、で実際動画であの見れるようにしたいなと思ってるんで、ぜひあのこれからも応援よろしくお願いします。はい、それではまた。こんなに束出るんですね。出るっすよ。タムちゃんなんでやと思う？いやカットの、いやカットのさっきのタムちゃん、なるほど、それが全てなんだ。調子伸びました。すいません。